日本埼玉県川越市、藤木町、藤木町は埼玉県川越市の町名。定番の設定されていない単独町名である。郵便番号は350-0018。川越市の東南部、九十川の東側に位置し、北で並木西町、東から南で、木の目、北西で南田島と接する。国道五十四号バイパスの南側にあたり、 埼玉県道三百三十六号、今福木の目線が東西に貫く。おおむね平坦であり、主に住宅地として利用されるが、農地も多く見られ、畑作が行われている。千八百八十九年四月一日の町村静志港に伴い、入間郡並木村連合湖町役幕域にあった木の木村は、同区域の牛小村、今泉村、久家戸村、並木村、 南田島村及び、腰城村連合湖町役爆一期の腰城村、渋井村と合併した際に新設された南古屋村の所属となり、この際に木の目村藤木は新設された南古屋村の大技、木の目に属する障子となった。1955年4月1日、南古屋村は公海村、名細村、霞ヶ関村、山田村、古屋村、大東村、 福原村とともに川越市に編入され、藤木は川越市大技木の目の小技となった。長域北川を走る国道254号バイパスが1977年に着工された富士見川越有料道路の無料部分として1981年に供用開始された。1996年2月27日に川越市、 富士木土地区画整理組合の設立が埼玉県知事から認可され、総予算18億3000万円を使用して土地区画整理事業が行われた。事業の完了後、大和木の目和藤富士木は2004年2月21日に大技南田島あざ定外、大技並木あざ西田のそれぞれ一部と合わせ富士木町となった。2017年10月1日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内に鉄道は引かれていない。大技並木に設置された JR 東日本、川越線南古屋駅及び、大技綱に設置された東武東上線新加岸駅が利用される。川越市、コミュニティバス、川越シャトル40系統、藤木バス停が置かれている。 このシャトルバスは、東武バスウェスト、川越営業事務所、西武バス、川越営業所に運行委託されている。ありがとうございます。